あ、アップにすると、あ、ツヤありますね。あのね、ツヤって一番大事でね。で、しかもね、簡単に出せるじゃない。今本当に出る前に直前に私もツルツル、はい、筆でピピピーっと塗っただけなんだけども、ツヤが出るとこういうリモートの時にすごく効果があるのよ。ツヤを出すっていうのは本当に今の時代、特にね、こういうオンラインでズームとかいろんな風にやるようになったから余計必要になったの。乾かさないでいることがいかに肌に大事か、もう老けないためには乾かさないってことがものすごく大事なのよ。やっぱりね、自分の素肌そのものを可愛がって大事にして、自分肌ができないことをやってあげるっていう考え方ね、一日の最後にやってあげるっていうのがお肌に対する感謝だし、古い角質はゴミになって剥がれていくっていうことをちゃんとやってあげると、次からの新しい細胞もまた生まれてくるっていう、この循環をちゃんとやるっていうことが肌に対する礼儀。人は必ず綺麗なんだって、魅力的なんだっていう前提に立ってるじゃない。なぜか人はコンプレックスを植え付けられて育っているっていうことね。それで自分っていうものの自信をなくしてる生き方、これがとっても多いんです。もったいない。人が綺麗になって喜ぶと物が売れるっていうことが分かったの。私物を一回も売ったことがないの。もっとこういうふうに時代は求めているんだとかっていうことばっかり言ってるから、もううるせえな、おめえが来てやれみたいな、何かそういうギフト商品考えろみたいなポジションに行ったの。だから私一人の力じゃ何にもできないけども、まあ、それを発想するこういうものが絶対求められているんだっていう信念、これをねベースにして、私はものすごく嫌な女と思われて、ヒッピーババアと言われて、でお前らはね、あの限界なんだの男じゃないかって言って、今限界なんだ限界なんだ限界なんだって言ったの。研究所には限界なんだの男ばっかりいるじゃないかって言って、陰ではあのヒッピーババアがようやく帰ってくれたって言われて、そういうことで生み出したんですよ、ああいうね。重力をつけない方法は何ですか？顔のむくみをむくませないってこと。笑いじわができるってことは、頬の肉が厚くなって重いからね、下がるでしょ。そこに笑うからここに溝ができるわけでしょ。だからこれが笑いじわ、ほうれい線っていうふうになるわけ。ね。それから口角が下がるでしょ。これはもう悪口ばっかり言ったり文句ばっかり言ってると口が、口角も下がりますね。でそこにほっぺたの重力があれば余計ガーンと下がる。下がらないために2つの方法があります。1つ、重力をつけないように巡らす。これはクレンジングの時のマッサージの手つきとか、そういうことでここに贅肉とかむくみをつけないっていう、巡らしてドーンとね、1つね。それから人間にだけある表情筋っていう筋肉があるのご存知ですよね。この表情を常に使うことなんです。いい表情を使うことなんです。これ今マスクなんかしてるから無表情で過ごしていませんか。マスクの中でもこの口角を上げる筋肉、ここにあるのね。上げる筋肉って書いて、キョキンちゃん、おーい、キョキンちゃんここにいるのね、ありがとうっていうことです。キョキンちゃんここにいます、います、いますか、皆さん。いますよね。というふうに、ここを意識するだけで、キュッと上がるでしょ。キュッと上がるときに、ほっぺたにドドーンと、ね、ブヨーンと肉がついてたら、その重みで下がるから、上げることによって、ほうれい線が深くなったりするわよね。だから、その両方をやること。巡らすことと、キョキンちゃんを意識して鍛えること。キョキンちゃんを上げるとね、声がはっきり出ます。音がとても良くなりますから、ソプラノ歌手、それから劇団の人、劇団四季の人なんかはここを上げて、いいっていうね、あの意識をしてセリフを言うの。遠くまで聞こえるから、滑舌が良くなる。ね、だから、この大事なキョキンちゃんがここにいるよっていうことを意識してから電話に出て、もしもし、テルコですっていうことが大事な。眉の形と眼鏡のフレーム、これがこうなんか共通するようにね、持っていくっていうのを原則にしているんだけども、年を取るとね、だんだんね、なんていうのかな、眼鏡がこう下がって眉毛が上になっていく。
だからこの一体感っていうのがある方がいいんだけどもね。ただ年を取ってね、感じるのは顔が寂しくなるんです。例えば以前はまつげももっとあったしね、でマスカラなんかつけるとまつげも主張できたし、それがだん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 ね、タニシみたいにね、縮んでいくんです。縮みみたいに、だから目がしょぼしょぼしょぼって縮んでいくの。そうするとね、メガネが顔のアクセントになるんです。50代で少し老眼になったのを幸いに、メガネのおしゃれを楽しむようになりました。その時の眉毛の描き方っていうのを、この美眉メイクのね、池田さんの本を読みながらやるといいんですけども、この眉毛のフレームのこのスタイルに合わせるっていうことをある程度大切にしている、うん、その人の皮膚であるとかお顔立ちであるとか、その人自身に対する尊敬の念とか、その愛情とかね、これがもうそのまま手から伝わっていくような職業なんですね。だからメイクアップアーティストになると、人のいいところを見つけようっていう目がすごく育っていくんです。どういう人が活躍していたかっていうと、例えば昔の、まあ、江戸時代とかね、明治とかね、そういう時代の女のたしなみ、女のするべき化粧、まあ、毛はいいと言ったわけですけども、そういうものをそのまま引き継いでる人、女子はこうあるべきですよっていう美容の教えの人と、それからもう一方はフランスではね、アメリカではね、イギリスではねっていうことをいち早く翻訳した人。だからむしろ西洋の文化をいち早く私は翻訳したのよっていう人が、こういう帽子をかぶってカッコつけて美容家っていうふうに言っていた。そういうね、時代の美容家っていうのは、結局日本の古い伝統を守ろうとする人と西洋文化が正しいという2つしかなかったの。だから今の日本人とかアジア人とかの顔が欠点だ欠点だではなくって、いいね、プラスに見るっていう見方をしている人がいなかったんです。だから私がザ・ベストメイキャップっていう本につけたの、書いたのは、人のプラスを見つけるっていう見方、欠点を見る見方っていうのももちろんそれが一番主流だったのね。人をね、コンプレックスで見る癖っていうのは、なんでって言ったら西洋株でしてるから、うんうん、西洋人の顔が正しいと思ってるから。だから西洋人が正しい、日本人はダメということから始まって、人にコンプレックスを植え付けた時代なの。私はそれに反逆したメイクアップアーティスト、ケワイシって言ってるヒデさんをね、もうそこから私は信用しちゃってるのよ、ヒデさんの。というのはね、ケワイっていうのは江戸時代からその都風俗ケワイ伝を訳すときに、もう実感したのはね、それこそ本当の美容なんです。ケワイというのは自分の立ち居振る舞いから、自分の健康を作るから、自分を全部装って人様のために見苦しくないようにするとか、もう全部それの家電なんです。だから化粧っていうと、どうしても、あ、厚化粧とかね、何か塗ってごまかすとかっていう風な世界に入っていっちゃうし、それから戦後一番著しく発展したのが化粧品会社だから、化粧品は何がいいの、化粧品を使わなきゃダメよねっていう発想になっちゃってるわけ。そうじゃない、そうじゃない、あなたはどういう風に立ち居振る舞い、あなたはどういう風に存在するべきかっていうことを教えたのがペワイなんです。ペワイデン、目を小さくしようと思って目をしぼめるとシワができて見苦しくなりますよと。だからね、座ったら三尺先を見て、立ったら六尺先を見ようって書いてあるよ。すごいでしょ。だから四目にしなさいと。それが一番あなたが目が細くて美しい人になりますよっていう、それを受け継いで日本の美しさを世界に発信したのが山口小夜子です。で、パッチリ開けた顔っていうのはほぼないです。必ず七目にします、斜めに七目にしてっていう、あの仕草ですね。彼女は仕草で美しさを作っていった。私はメイクアップアーティストなので、顔よりも手を大事にします。手を洗った後に必ず保湿します。手は
なかなかその顔と違ってね、あの早く皮脂が出ておいでなんて言ってもなかなか出てこない。常に洗う回数が多いから保護してあげた方がいいっていう部分っていうのは手です、うん、手を洗ってタオルドライしますね。でその後に必ずつける。で余ったら顔にあげる。もうね、手顔首なんですよ私の順番は。42日あれば皮膚は生まれ変わるっていうのは、普段手は顔よりも以下に見てる。そんな低く見せない、うんうんうん、手が安くていいや、ハンドクリームでいいや、甘さもでいいや、これが手が反逆するんですよ反逆するだから手を褒めてあげて、手をね可愛がってあげて、まあ最近は私はあのたっぷりつけたら手袋して寝るのね、うん、私は75から高等学校を始めました。高校出てから来る、大学出てから来るっていうと、あの本当にね、摂食障害っていう、拒食症とか過食症とかっていうのがありますね、精神的に、うんうんうん、そういう風になって、もうあの時のあなたっていう風に言うぐらいに変化してくることがあるんです。これはね、自分の行きたい道に進めない、親の言う通りに生きた証拠なんですが、そこですごくあの落ち込んで、だからああもっと早くねこの人を入れてあげればよかったっていうことがとっても多くありました。で、世の中を見回すと、中学で学校に行けてない子、高校で行けてない子っていうのは何かって言ったら美意識の高い子なんです。自分の髪を染めたとか、自分が化粧しちゃったとか、それを先生に咎められて行く場がなくなって引きこもる、または暴れちゃう、学校に行かなくなる。で、そういう子たちの方が美意識が高いんです。で、なぜ高校でね、3年間、15から18っていうね、本当につぼみから花が開く期間ですよ。ホルモンで言えば、ホルモンのアンバランスからバランスが取れて、最高に何もしなくても美しくなる18歳を迎えるこの3年間に、なぜ美意識をなくさなきゃいけないのか。でしょ？そこで制服を着てね、髪の毛は束ねてね、学校の先生が言うように振る舞った人っていうのは夏休みに大暴れするでしょ。で、9月1日には黒髪に戻して何事もなかったように行くでしょ。これって二重人格を作る学校じゃないですか、うん、ね、意識を止めて、で、せっかく大事な一番綺麗でそのままで綺麗な時にいろんなことをおしゃれ解禁でめちゃくちゃをやる、これはものすごい美容家としてはもったいない景色なんですね。こういう時代にはそれこそ大企業に入るとか大ね有名大学に入るのが夢じゃなくなりましたね、うんうん、だから子供の行きたいところに行きなさいになってきたんです。あの女性は目の前のことを一生懸命やるっていう傾向があります。ですから目の前に起こることを、例えば、まあ、自分のホルモンが一番最高にあるね、20代後半から30代40代ぐらいまでっていうのは抱え込んでいっぱいやるから、できるような人になるんです、できる人になるんです。だからあとはどういうふうに人を育てるっていうかね、同じことができる人を増やす方がチームでできる。だから部下を育てるっていうことも必要、それから子供を育てるっていうのもやってあげるではなくてね、やらせるね、あのやってあげるぐらいにできちゃうんです。だから誰にも任せないで自分がやる方が早いとか、だから旦那さんがお料理手伝うよって言ってもいいわよ、もうあなたがやるともう大変だからって言って自分で抱えてやってしまう。だから男はなかなか料理ができない。だけども男が料理をやったらもう徹底的にやるからうまい。だからそういう才能をどんどん見つけて、家族も後輩にも仕事を与えてやらせるようにすると、もうこれはもうものすごいチームでできる。これができるように一人が何でもできるではダメなの。で、これをねやっていくとね、今のそれこそ高校生とかね中学生なんていうのはものすごくできるんです。だから今の若いものはっていうのは昔の江戸時代からずっと今の若いものはって言われてきたんだけども、今こそ今の若いものの方が使えるね。だからそれを使ってあげる。そして古い人間しかできないことっていっぱいあります。日本の古い文化の中にいろんな人に対する思いやりがあります。
それは経験した人が教えてあげればいい。その交換です。女の人はできるの。できるの。もっともっと他の人に振ってあげて、自分がもっと上に行きましょう。これが日本の女の人の元気を作る元だと思います。